はい、どうも、ルーでございまーす。はい、新しいゲームでございます。まあ、新しいっつっても、リリースしたのは結構前なんですけど、キングズレイド。ちょっとね、食わず嫌いしてたんですけれども、ちょっとね、始めてみようかな、というふうに思ってます。で、まあ、いろんな方の動画を見ていると、まあ、このゲーム、もう結構 PVP の要素だったりとか、マルチの要素、まあ、レイドバトルみたいな、あるみたいなんで、まあ、やってきたゲーム、セブンナイツだったり、サファイアスフィアだったり、まあ、いろんなゲームやってきて、やっていますが、また違う楽しさを発見できるんじゃないかな、っていうふうに思いまして、この度、ちょっと始めてみようかなと思います。サーバージャパン、ニックネーム、ルールー。ルーだけで取り、カタカナのルーは取れないと思ってたから、まあ、ルーだけで行こうと思ったら、それも取られて、なくて、もしかしたら俺が一回やったのかなと思いながら、はい、ルーと、まあ、ルーですね、とさせていただきました。はい。で、全く初めてなんでね、始めていきたいと思います。なので最初はね、まぁ、ちょっと、触りを、まぁ、ちょっとしますね、こういうのも。触りをね、ちょっとやる感じかな。で、あれ、なんだっけ、ガチャみたいなのはないんでしたっけ？ニューヒーロー。確かキャラは買うんだよね。結構ぬるぬる動きますね。神よ、我らの祈りを引き届けたまえ。フレイ。うん。あ、いきなりレベル上がった。スタミナ回復速度とかも変わるんだ。今1分。おお。デイリースタミナボーナス。デイリー王室支援金。すごい。なんか一気に 1.5 倍になりましたね。ほい。戦闘準備。戦闘に常駐するモンスターを確認できます。戦闘完了時に獲得できるアイテムを確認できます。なるほどね。参加可能、戦闘に参加可能な英雄。がこれか、左のこれか。この光で道を切り開け。私はついていきます。はい。お、なんだ、かっこいいな。ザフィール。サランの王子。わあ、なんかよくわかんない展開になっちゃったぞ、これ。英雄のヒットポイントバーと MP ゲージを表示します。MP が溜まるとスキルを使用できます。これか、上のやつか。上の弾がそうですね。これあれかな？これが、弾が2つ溜まると、この、弾が2つ溜まると。弾の数で使えるってことかな？これ MP1。で、消費 MP2 ってことかな、これ。そういうことですかね。徐々に溜まってますね。カーセルの人ポイントが少なくなってきました。英雄の人ポイントがゼロになると戦闘不能になります。わかりました。諦めないで。カーセルのスキルだけ3ですね、MP が。あ、なるほどね。スキルを使うと、相手のスキルを中断させられる。今俺がやってる千の奇跡でも、あるみたいですね。俺ちょっと、それを分かってなくて、ボコボコにされたんですけど。そういうのがあるとないとではね、やっぱり全然違いますよね。分かってると分かってないとじゃ、
隠れても無駄だ。スキル使おうとしてるってどんなタイプ？フレイムスピア。倒しました。ビクトリー。ファーストクリア。これなんだろう、ダイヤかな、レッドダイヤ。よし、ニューヒーロー、今の子たちかな。あ、またレベル上がった。ちょっとなんでレベル上がってんのかよくわかんないけど。ロイ。英雄が解放されました。ほっ、武器。強化、なるほどね。良い装備を装着するか強化してください。なるほど。火遊びは危ないよ。俺は影と共に。あれなんだよ、これ前衛後衛みたいなのは勝手に割り振られちゃうのかな、これ。なんかやばそうなスライムだな。なんなんだこれ。いろいろ突き刺さってる。魔法が効きそうだよね、スライムだから。よし。物理攻撃でもすげえダメージ入った。隠れても無駄だ。美味しく焼けました。ロード画面に出てくるのがパックの宣伝じゃなくていいな。課金煽るパック、やつあるじゃないですか、ゲームによっては。課金煽るパック販売の、こんなパックあるよみたいな。スキルの強化上限は英雄のレベルに等しいです。なるほど、4まで上げられるってことか。そういうことね。なんだかまたスライムですね。あ、なんだなんだ、何今のね、これ。なんかされた。まあ状態異常はやっぱり解除できるやつがいないときつそうだね。ビクトリー。スキル新しいのを覚えましたね。
特別ショップ。おお、召喚？あ、アイテムは召喚なんだ。へえ、なるほど。欲しいジャンルの装備が手に入るってことか。あれ？なんだかよくわかんないうちに終わっちゃったな。カバン。あれ？ハロウィン。あ、これもしかしてもうあれかな？チュートリアル終了した感じかな？そうっぽいですね。15日間の特別プレゼント。始めた人には15日間毎日ログインしてねってことだね。ログインするとあげるよーみたいな。装備効果強化コスト割引。ちょっと難しいな。なんだ。お、やった。なるほどね。まあ、こんな感じですか。ツイッター3万人。未熟なメイドですが、よろしくお願いいたします。お、ちょっと待って、めっちゃパンツ見えてませんでしたか今。大丈夫？ミリアンド、これあれか、あのみんなもらえるやつなのかな。試練の塔解放。で、今日の夜のプレゼント。金がすげえ手に入ったね、これ。これ何、何、何？星5英雄チケット。すげえ。レウィクシア、レクイーナ、ミリアンヌから選べる。使用すると新しい英雄のものでない専用装備を、専用武器を一つ入手する。なるほどね。おお、300ルビー。ありがとうございます。金がとにかくすげえいっぱいあるんだけど、1100万とかあるんですけど。使い切れんのかな、これ。このイベントをやっていると。あ、イベントはイベントのマップがあるんですね。これ始めたばかりの人でもできんのかね。まあ、これちょっと、今度チャレンジしてみます。あ、いや、あるんだ、やっぱり。前衛、中衛、後衛って。ね。決まってるんですね。これ最初、キャラ手に入れるのすげえ大変そうじゃない？これ。ん？ハロウィンダンジョン。いっぱいあるんですけど。すげえ。ハロウィンショップ。これが今のイベントのやつなんだね。いつまでか、ちょっと後で調べとこう。あ、ゴールドで買えんだ。やば。500万とか平気で書いてあるよ。あっという間になくなるんだよ、これ。ハロウィンのやつ、まだ10日あるから、俺もちょっと遊べそうですね。無料召喚はもう引いちゃったと。特別召喚。一般召喚がある。ほっ。なんすかね、これ。魔法の粉。装備を分解すると手に入る粉。鍛冶屋で装備の効果強化及び進化に使える。アイテムは金なんだね。ゴールドなんだね。で、あとルビーもあるんだ。専用武器や特別アイテム。なんかいろいろありますね。
ただこれ手に入れるの大変そうだな。まあちょっとね、どうやって遊んでいくのかっていうのがまだ全然わかんないんで、少しずつね、ちょっと触ってみたいと思います。はい、というわけで、キングスレイド始めてみたです。今後もね、定期的にアップしていきたいなと思いますんで、ぜひね、ご視聴よろしくお願いいたします。というわけで、ルーでした。またね。バイバイ。